都議会では今日各会派の代表質問が行われ、都議選で第一党に躍進した民主党はマニフェストで反対を掲げた新銀行東京や築地市場の移転問題などを追及しました。では都庁から伝えてもらいます。はい、お伝えします。質問に立った民主党の大沢昇幹事長は都議選での圧勝を受け、若さとしがらみのなさを生かし新たな挑戦を続けるとの姿勢を示し、冒頭から新銀行の問題について質しました。都議選における民主党の議席増と自民党の議席減は、新銀行東京への追加出資400億円に対する都民の怒りや疑問が大きく影響した結果であったと考えるものです。新銀行東京に対する都民の大沢幹事長はこのように述べた上で、この議会で新銀行東京に関する特別委員会の設置を求める考えを改めて示し、旧経営陣の参考人招致などで責任の所在を明確にし、早期の撤退を実現したいと話しました。この選挙の結果で私はですね、その都民がですね、この銀行の問題について決定的な判断を下したと思いません。撤退撤退で撤退どうやってやるんですか。1万人のね、1万社が働いてね、家族入れたら10万を超す人たちが、ね、路頭に迷うんですよ。そういったものをですね、どうやってですね、損害なしにですね、黙ってきなさいよ、黙ってきなさいよ、400の追試は認めて、だからお願いしたんじゃないですか。その状況の中でですね、この銀行を撤退する、どうやって撤退するんですか。具体的にですね、どうやって損害を少なくするんですか。だから私、一方石原知事は四半期の黒字も出た新しい経営陣に期待していると述べ、再建は着実に進んでいるとの考えを示しました。黒字が出ればですね、前申し上げた。このほか大沢幹事長は築地市場の移転についても質しましたが、石原知事は現地再整備は実現困難、疑義があるなら具体的な代案を早急に示してほしいと交わしました。各会派の一般質問は明日行われます。以上、都庁からお伝えしました。石原知事は答弁で都議選の結果についてですけれども、都民が新銀行の問題について決定的な判断を下したとは思わないというふうに述べられたんですが、角田さん、この答弁はどう捉えたらいいんですかね。このね、決定的というところにこだわってるようですけれどもね、私はね、やっぱり石原自公路線に対してかなりの多くの都民がね、ノーを突きつけたという意思表示の結果だと思いますね。そう受け取るのが普通じゃないですか。もしかすると都議選の結果を受けても何も変える必要がないんだというふうに都知事が思っているとすると、また別の問題になってくる気がするんですが、まあ、ひとまずその新銀行東京と築地市場の移転の問題については都民の関心はとても今でも高いわけで、この膠着状態みたいなものはどうしていけばいいですかね。だからやっぱり知事にとっても民主党にとってもこの舵取りすごく難しいですよね。これはもちろんそう思います、はい、だけどもね、民主党はやっぱり第一党になったわけですから、第一党としての立場でね、調査をしっかりする原因追及責任の所在、これもう一度しっかりやったらいいと思うんです、でその上でね、やっぱり新銀行についても築地の移転についても都民が求めてるものは何なんだろうか、なぜこうなったのか、解決策は本当にこれだけなのか、そういう疑問に説得力のある答えを示していくことじゃないかなと私は思うんですよね。だから市場の市場の問題でも、市場は管理者と市場に入ってる商店のものだけではない、食の安全という視点で考えれば、もっともっと大勢の人が意見を言い、その意見に行政も政治も耳を傾けなければいけないと私は思います、はい。まあ、今の議会を見ていると、都議会と知事という、まあ、二元代表制、まあ、チェックアンドバランスし合う関係がひとまず、まあ、正常に機能し始めたというふうな捉え方もできるかもしれません。